というわけで今回は白雪レイドさんに呼び出されました、はい、誘拐されましたので、この誘拐判明1年半ぐらい、いらっしゃい、1年半ぐらい誘拐未遂だったんですけどよくぞいらっしゃいました、やかさでもね、みんな聞いてほしい、なんかレイド君が誘ってきたから、なんかレイド君は結構物知りなのかなって思ってたら全然こいつ知らねえのなんもだってさ、なんかアリさんが来る前レイド君と話してね、これどうすんのみたいな言ってたら、うん、うわーそれどうだったっけな先生待とうすぐ来るな、3回繰り返した、そんなやってたんだ、うん、ようこそはい、俺いなかったらどうなってたのいや、そんなことは考えてない、来るの大前提だった、もちろん私マジで本当にあのバブなのでお手柔らかに、なあもう全然大丈夫ですよ、本当に大丈夫大丈夫大丈夫、みんなバブから始まるんだからそうだよね、そうだよ、うん、レイド君頼りなーいそうだよそうだよ何をやればいいんですかこれは、わかりました、全部受けました、クライマーク消えたら、うん、はい、オッケー、これがクエストみたいなやつです、このクエストをこなすんですか、こなしていくと、お使いこなすとなんかね、いろいろレベルが上がりやすかったり経験値いっぱいもらえて、これでもう一人前だえ、卒業、卒業です、あ、じゃあ今日の配信はここまでということで、待ってごめんごめん、皆さん行かないでねねねねこれからだからね、あーびっくりしたびっくりした、これで入園です、入園、はい、やったー、入園です、いや待って、もうちょっとこれは赤ちゃんらしくしていこう、赤ちゃんらしくしていくは何、赤ちゃんらしくって何、いや大丈夫、何がこっちの話、あんた誘拐犯だよね一応ね、隙間が気になるから埋める一旦、マジでいい、逆にこれを整理整頓しないやつはおかしい、狂ってる本当にね、初めてレベルだな、そんだけ綺麗にするのは、センスがあるね、ひなのさんお宅のところにいる、やめて、もう分かった誰か分かったからもうやめて、そいつの話をするな、そいつはおかしいんだ、すみません、鳩になってしまうのですが有坂さんずっと独り言ですね、今俺もね言われて気づいたねえ怖いよ、もう有坂さんしっかりしてよ、自分の配信よりひなのさんタルコフだったよ、びっくりした、こっちもびっくりしたよ、先生頼みますよ、あ、もう大丈夫ですよ、タルコフのことは大丈夫です、あ、タルコフの言葉ね、はい、はいはい、ひなのさんタルコフが今第一だから、そうだよね、うん、そうですね、そうよ、はい、わかりました、じゃあひなのさんのタスクやりに行きますかね、行きましょうかね、それではね、お願いします、もうあれ知ってるよ、高いやつ、グラボ、おー知ってるか、グラボ、詳しいね、長いんだね、グラボ出ちゃうかな、ん、まだ1分だよ、なのさ、まだ、うん、長い時は、長い時はまあもう10分とか1分もあるけど、あるけど、そんなこと、そんないよ、全然ないよ、最大20分、じゃそれは、ないない、なったことないもん俺、うん、オーバーウォッチやん、オーバーウォッチそんなかかんだ電気40分待った、え、あ、まあ、ない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 、そんなことない、そんなことない、なんでさ、そういう風になっちゃうの、うん、いやでもね、サーバーもね、ちゃんと選んでなかったりするとね、私さっき、アリさんに教えてもらったのにしたけど、レイド君もしてあるの、うん、俺も今期始めようとしたら全然マッチングできなくて、アリサカに聞いたら30秒で帰ってきた、オタクすぎるだろ、うん、俺30分ぐらいネットで調べてたのに意味なかった、オタクすぎる、カスタマーサポートより早かった、アリサカの方が一番早いじゃん、なんかやっぱ、でも私もずっとなんか難しそうと思って受けてた、なんか敷居、まあ、が高いイメージある、なんか高いけど、そこちょっと我慢したら、うん、もうとんでもないことになる、大丈夫、ロルほどじゃない、あいけそうだけどな、あんま適当なこと言うなよ、はい私の初陣まだ始まらないの、いやなんかあのね、マップがね、マッチングしづらいマップではある、
一番初めのマップだからってこと？まあ、初心者用マップという名ので俺が入っちゃってるから俺のレベルのとこに入れられるから多分長い。なんかこの初心者マップだけね、このマップだけ初心者用にレベル低い人と高い人でマッチングが分かれるらしい。からまあ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 、ここでも大丈夫、でも大丈夫、でも大丈夫。ってことは強い人がいっぱいいるかもしれないってこと？まあ、可能性の話で言うとそうだね。なるけど、でも聞いて、ひなさん聞いて。死ぬんだ私今から。違う、ひなさん聞いてほしい。あ、今から死ぬんだ。違う、ひなさん落ち着いて、落ち着いて。ひなの、はい、はい、はい、落ち着いて。ひなさん、エイムいいから、大丈夫。装備が強いとか、あんま関係ない。ゲットレディ。やばい、始まっちゃう。始まるよ、ゲットレディ。そうだよ。死なないよ、死なないよ、死なないよ。大丈夫、死なないよ。ちなみにこのゲームは FF があります。あ、やばい、酔いそう。はわ、すごい。走らないで、急に。走るときは走るって言ってね。走るよ、走るよ、走るよ。急に走るのやめてね。青い帽子をかぶってる我々が仲間で、それ以外は全部敵。音、わー、すごいうるさいね。この青いベスト着てんのが有坂先生ね。こっち？そう、そっち、そっち、こっち、これな。なんか細長い。ひなのさんはね、まずこっち来て、この辺来たらなんかピコンってなる。いい、ね、あ、なんか言った、ブレレレンって。今お使い1個進んだ。いい、ね、机の上とかいろんなとこに物が落ちてんすよ。例えばこの水。え、なんかロジクールのマウスあるけど。ロジクールのマウスはね、じゃない。あ、違うんだ、うん、あ、うん、こういうのね。どういうの？これ例えばこのスナックとか取る。え、これどこ押すの？ F、 これ F？こういうパソコンも押されんの、うん、これ。この画面見たことあるぞ、配信で。みっ、なん、銃声がしましたけど。あ、え、あのね、無言になるのやめなよ。ごめんね、先生が、先生が全部倒してくれるからね。怖いよ。ごめんね、ちょっとレイドお願いできるかな、あのアサリの方を。じゃあ、一緒にあさっていこうね。ここも開けれるじゃん。これ全部、これも全部、夢が詰まってんだよね。またなんかバーンって聞こえたけど大丈夫ですか？大丈夫、大丈夫、言わしとけ。大丈夫、大丈夫。ライター、あ、あ、大丈夫、先生がちょっとお仕事の時間みたい。一部屋漁っただけだから、あ、なんかこの部屋も漁れるんだよね。待って、すごいよ、ドルルルン。あ、大丈夫、言わしとけ。あ、これはダメなんだ。え、そう、けど、あ、もうない、言いましたっけ。あ、ね、あ、ひなさん撃たれてる。ギャーやだー。わあ、先生、先生、先生が死んでる。なんて、俺が退避。レイド君、待って、どうしたらいいのこれ。緊急事態です、これは。先生、スカブのラッキーヘッション。レイド君、うわー、ちょちょちょ、怖い、待って。どこにいんだこれ。助けて、その窓から見て正面くらいにいるから。ね、レイド君まで、あのね、ちょっと、どうするの。やめて、絶対死なないで、レイド君お願い。一人になったらどうするの。わかった、絶対に死なない。絶対に死なないで。何、絶対に。これは予想外のこと。ね、緊急事態。俺も想定してなかったね、このパターンは。本当に。え、どこ行っちゃったの？あ、大丈夫だよ。ごめんね、ごめんね。無言で行くね、やめて。いる。いる。じゃあ、お家に帰ろうかね。はい。どこだ？今、この時間、ほんとって。どこだ？わかんないかい。え、この今、俺らが入ってきたところを、建物を、この建物を出て、左手に向かってずっとまっすぐ走ったら帰れる。ね、本当に帰れる？大丈夫。じゃあ、OK、ダッシュで行くぞ。ゴー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 。怖いよ。俺もね、荷が重いよ今。こんなとこで死にたくない。止まるなら止まるって言って。ごめんね、スタミナが切れず。あれ、なんか思ってたと違うところ。ねえ、やだね。スタミナを貯めよう ね、 ここで。ね、本当に大丈夫？走るぜ。走る？走る？走れ！走る！
これやばいよ、歌ないと。これ歌ないとやばい。で、レイドくん、なんか言ってよ。ナウナウ、やばい。ねえ、これ本当に大丈夫？ねえ、レイドくん、なんか言って俺は死にかけてます。なあれキバー先生ちょ、2か、重いごめんね、ごめんね、一人にしてごめんね、ごめんね、ねえ、なんかごめんね、ねえ、なんかなんでよプレイヤーがいたね。プレイヤーなのかよ、あれあれ、そうだね。まあまあ、大丈夫、大丈夫。俺もすぐ迎えに行くよ。え、じゃあさ、うん、今私がさ、うん、一生懸命拾ったのはさ全部なくなっちゃったってこと？うん。ウィークユー。ああ。ごめん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 ね。俺まだ戦乱の最中にいてね実は。一応先生枠だよね。ふう、ただいま。死んだやん絶対。いやいやいや、生きて帰ってきましたよ。ほんと？一応ね。え、じゃあなんで私は死ななきゃいけなかったの？それはね、まあやっぱ運かな。でもさ、もし敵に会ったらこうするんだよってさ初めに教えといてくれない。しかもさ、レイドコンはさ、ね、ママのさ強い武器を持ってたんでしょ？あのね、全部外して自分の持ってた武器で戦い始めた。ね、ちょ、思ってたのさ、サイトもついてないさ、MP5 しか持ってなくてさ。何？サイトもついてない MP5 だ？それは良くないな。ねえ、先生、言ってやってください。装備をまた付け直さなきゃいけないね。だってさ、昨日なくなっちゃったんだもんね。この悲しみはね、本当にね、そうだよね、誰だって経験するよね。え、これ全部ないなったんだ。はい、全部ないなりました。結局さ、回復の仕方とかも分かんなかったからさ、分かんなかったっていうかさ、回復するすらもさ、する暇なかったね。そうだよ、ごめんね、会うしか言えなかった。本当にさ、何かしら言ってよ。急にさ、打ち始めてさ、なんか言わなきゃなって思ったんだよ、ね、で、絞り出たのが会うだった。会うやめて。これ武器持って帰ってこれたらあげるよ先生。うん、あ、いいよ、いいよ。あげます。なんでずるいじゃん。ダメだよ、回収して。ダメ。ひなさん、わかったわかった。スペシャル MP5 持っていくわ。じゃあアリサカエディション MP5 持っていく。ほんと？じゃあ武器とマガジンも置いてっていいよ。全部持ってきてくれるって。わかった、パパが。じゃあもう置いていく全部。ご飯も持っていくね。私なんかでも食べ物と水あるよ。最初多分ね、少ないから。大事に取っときなさい。分かった、じゃあ行こう、リベンジにね。じゃあ行こう、次こそはね、次こそはね、うん、本当に死ぬ、死ぬ、今度こそ死ぬのだけはやめて。先に死ぬのだけはやめて。頑張るね、頑張る。本当やめてね、一人にだけはしないでね。おかしいな、今日先生俺2人だと思ってたんだけどな。レイドからね、召集があって、いいね、やるかっつって来たら、なんかバブが2人構えてた。あ、しまった、さっきと同じとこだ。やばい、ナイフしか持ってない。上か、これ拾って、いいね、これか。サイトついてる。そう、あっ、大丈夫？もうこんなのやめてね。大丈夫大丈夫。大丈夫とか言ってくれないと怖いから。なになになになで、うんうんうん、一応建物とかでこういうことするとき、はい、一応こういう角とかでしゃがみながら、うんうん、車線が通らないようにね、ご飯食べようか、ここでね。それと安全だからね。一応チュートリアルだから、こういろいろ漁らせたんだけど、この窓あるでしょ、このその外に、まあ敵がいるじゃん大体。死にたくなかったらこう安全なこの手前とかだけ漁って。
まあ死なないで帰れる確率が上がるかな。さっきの有坂先生みたいに急にってなるからあんなに簡単に人って死ぬんだね。なんかずっと打ってるな。なんかね、うるさいね。ちょっと覗いちゃおうかな。大丈夫？死ぬのだけはやめてね。といいね。カカラカン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 。いや、そうなんだよね、タルコフ。ASMR。ASMR。さっきどこで死んだんだっけ？ここか。この目の前の窓。そこで倒れ込んだよ、俺は。俺はここを出なきゃいけない。大丈夫、さっきは死んだけど今回は先生がいる。うん、あのさん、これお宝ほら。オーマイガー、何それ。これゴールドチェーンっ って店で売る高いやつなんだよね。時のそれじゃあもらっちゃおう。怖いね。降りるの？いいよ。反対側できる。降りるの無理だけど。あ、まあちょっと待ってね。大丈夫、恐れることはないよ。先生の方走ったらいい？こっち走っといて。キャー、これ本当に生きて帰れるの？わかんない、怖いよ。俺今こっち、あ、ごめん。ママやったやったやった。はママ、ママって強すぎて草。ママよしよしよし。ママホラゲーじゃん。よく勝ったね。え、なんか、うん、2人死んでる。あ、2人いたんだ。ん、あ、俺なんか2人倒してたみたい。これ頭ももらっていい？じゃあ、うん、もらえるもん全部もらっていい。全部持って帰りな。こういう感じで EMC っていう俺らと同じプレイヤーを倒して進んでいかなきゃいけないんだけど、いやー、先生を連れてきて本当に良かった。ママがいなかったら、だってアリさん見てた？レイド君目の前できるってアリさんが言った瞬間、エスカレーターのとこに一目散に逃げてたから。いやいやいや、隠れるのもね、大事だから。そうそうそう、そこうやって生きてきた俺は。そっか。え、行くぞ、次の場所に。はい、ええ、まだ行くの？どんどん行かなきゃいけない。裏行けないかな。この鎮痛を決めると、足が壊死しようと骨折しようと何が起きようと走れるから。さっき道中襲われたでしょ、うん、あの時骨折とかしてたらもう逃げれないから、危ないとこ行く時は鎮痛を決めていく。はい、さっきの俺みたいになるからね。この漁ってる時も音を聞き分けて。無理だよ、この足音がしたら一回漁るのやめなきゃ。妙だな。あ、びっくりした、大きい声出さないで、急にびっくりした。びっくりしたでしょ今。でこの辺プレイヤーが結構いるんだよね。やだね、やだよね。大丈夫大丈夫、うちもやだ。でも怖いからうちが先行く。一回止まって音聞いて、わかんて、右向いただけで今このさ、あ、ちょっと音鳴ってんのわかる、うんうんうん、これが鳴っただけで場所バレるから我慢しなきゃいけない。一回、そうだから横向くときゆっくり向くと足音なんない。今リゾートしたのとかだってさ、そう全部聞こえる。カチャとか言って、でいでいでいで、こんなとこ通んなきゃいけないの？あ、いる、遠くにね。いるって。まあ気づかれてないから。受精はするけど漁るのやめられない、どうしよう。わかる、いいね。いい、ごめんみんな、漁るのやめられない。多分これいいね。あれとここで、あ、お気になさらず。おー、いっぱいいるね。泣いてるよ、泣いてるよ。襲ってこない、やれ。開かない、これも開かないけど、開く金庫とか鍵で開けれる金庫。鍵じゃない、これロック中って書いてあるよ。そう。君は本当に飲み込みが早いね。素晴らしい。ありがとうございます。飛んでったよ、すごい。なんか変な、怖い、なんで。止まんないんだよ、時間がない。走るぞ。うん、さあ右上に今時間が出てきましたね。え、あと9分以内に出なかったらやばいってこと？え、大丈夫？え、死にました。ねえ、ねえ、どうすんのこれ。ねえ、どうすんのこれ。ママ倒す。これまた先生の武器持って帰るか。怖いよね。大丈夫大丈夫、レイドがいるからね。でもさ、疑心だ。そうだね、今回も死ぬかもしれないけど精一杯頑張るね。俺どこにいんだ。で、その黒い車に近づいて F 押したら、車に顔をうずめて、あー、いけないね。
これはもうあと祈るだけってこと？あと祈るだけ。あと25秒そこにいれば帰れる。で離れすぎると置いてかれるからね。やだ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 絶対やだ。ピカ。はい帰れた。あー帰れた。でもアリさんが。俺はいい。こんだけやってるアリさんでも行かれるから、そりゃ我々が死ぬのも当たり前でした。至極当たり前。怖かったまたアリさんが死んだ時どうなっちゃうのかと思ってよ大丈夫、レイドがいるから。でもだってさっき、俺も今回ばっかりはこれで負けたら叩かれる私今何歳なんだろう。今ちょっとレベル上がったんじゃない。どこで見れるんだ。2チャイ。今2チャイだね俺もタスクしながらやってたから装備めっちゃ弱かったの。やめた、うん、やめた、うん、遊びの時間は終わったみたい。なんかやばくない？今期やばいね。音立てるとマジ無限に来る。確かにいっぱいいたよね、さっき。どれがどれか分からなかったけど、敵見てないけどいやでも今回見るから。確かに倒さなきゃいけないんだもんね。骨は拾ってね。いや大丈夫、死なない死なない。うん、でもアリさんに言われるってもう説得力が今ないかも、あんま死ぬ時は死ぬ。うん、アリさんに言われてもパーティーで行けば大丈夫よ。そうだよね、まあ、万が一死んでも先生が装備全部拾って帰って持って帰ってきてくれるから。でもさっき先生死んでたよ。先生は2回とも死んでる今と。でもやっぱほら先生がさ一番前に立って戦ってくれてたから。そうだよね、確かに俺たちは生き残ってる。確かに。レイド君は私より後ろにいたもんね。あ一番後ろにいたから、うん、何も恥じない。じゃあウーバーしていい？いいよいいよお腹空いちゃったこのゲームウーバー取りに行く余裕全然あるから。草むらに伏せてたらまずバレない。マジでわかんない。じきにねひなのの本気の大パンが出ることがあるかもしれんなんかねみんなそれを楽しみにしてるみたい。どうやらいやーよ、ね、本当だな。え、うん、待って、脇前全部一緒やん。もう慣れてきた。ここ俺も覚えた。俺の建物ここはね慣れた。敵はいないか。敵は大丈夫。ここはここは絶対にいない、ね、絶対にいない、うん、絶対に絶対に絶対にいない。スカブもいない。じゃ窓だけ注意したら分かった。窓は危ないよ。窓は危ないよね。今どんくらいだろう。納豆食べたいな。納豆、うん、納豆が出てきたから納豆食べたいなって。言うね、なかなか。タルコフ向いてるね。関係ねえだろ。さっきここ降りたら いたんだっけ。そうバーンって言ってるよ。言ってるね。銃声が鳴ってるとこは基本プレイヤーしかいないから、プレイヤーに反応して撃ってくるから。スカブってあっち側に行ったらいる。近くない？ちょっと近いけど、うん、大丈夫。うわ2階とかいんのかな。いや2階マジでいそう。じゃあどうすんだよ。いたら怖いね。じゃあ去っちゃおう。いいよ。あ待って、敵だ。どこ？クレじゃね。かきたら、わあ。やったやったやった。おー、ちゃんといたな。ほら、いたでしょ。ナイス。いいね。まあ、強い。じゃあ、それね。え、向いてるよ、タルコフ。君、向いてるね。やばい、アリさん、いっぱいになっちゃった、荷物が。よし、カバン落として。はい。私が見とくからね、代わりに。すっごい飲んでる。くこれ、キモすぎない？バカのフレスでかい組まれて3人いるの。あ。これスカブじゃね？あ、いる、奥に。ちょっと近づいて、あいつ倒しに行こう。わかった。行けんのか？行く。腕死んだ俺。あれ？ん？は？なくなっちゃった。消えた。消えた。で、この隙に漁るんだよねあそこにもなんか死体あるよ。え、中にいる人は誰？俺か。あ、声聞こえる。おい、やったー。まず1体目。ナイス。ひなのさん、危ない、はいはい、あ、そうですよね。しゃがみないとね。そうだね。マガジンに入れて、おうちの玉をマガジンに入れて。これ一発一発入るから。あ、うん大変なんだよね助かる。なんかいて笑った。何かいる。オッケーオッケー、やってやってはっ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 。血出た。出て痛い。腕が大丈夫。俺両腕飛んだ
二人死んだんじゃないかと思った。マジな顔してきた今回は。そんな舐めた装備で来てない。今までのあのお遊びは終わった。びっくりしたー。ねえ。あ、でも今いる。え？あ、やった。クリスタ、サイト切り替えて遊んでたら画面いっぱいに敵の顔面出てきて、マジでびっくりした今。これはプレイヤー。これもプレイヤーなんだ。クタグがあるのは。え、二人いたの？二人やったってこと？二人やったってこと。あ、足音。スカブだね。じゃない？お、それ。あ、死んだあれ。死んでます。やべ。多いな。いいよ。玉を入れて。完璧完璧。この人リンゴジュース持ってたから飲んじゃう。いいよ。なんかすごい名前の薬あるけど。すごい名前。うん。うん、やめてね。鎮痛だね。足か。やばい、待って、私ごめん、もう止まれない。あされそうなもの全部あさっちゃう。見てやねん。ママ。ちょっと待って。ちょっと嘘でしょ、嘘でしょ。え、なんで。待って、レイドどこ行っちゃったの。ね、これどうすんの。一旦戻るわ。来るんじゃないの、こっちに。これはもうワンチャン狙って頑張っていくしかないですね。でも、これ宝物いっぱい拾ったから、いっぱいあるね。持って帰りたいよ。持って帰りたいよね。怖いよ。あ、こっちで合ってる。ママどこ。ママいなくなった。無事起きた。ママ俺初めて来たここ。ママどこ行っちゃったの。ねえレイド、私たちパニックになっちゃうよこんなの。え、ちょ待って、やばいこと起きてる。なんだこれ。ママごめんごめん、俺声入ってなかったわ。ねえママ、そこまっすぐ行って。ここまっすぐ。そう今向いてる方まっすぐ行って、今向いてる方まっすぐ行くって。テントの方、レイドの方に向かって走り続けて。わかったー。そこにいれば帰れる。早く帰ろう。よかった。わかったよ。よかった。なんで死んじゃうの。途中でアリさんの声が聞こえなくなった時にもうパニックで。そうだよね、俺ずっとミュートで大丈夫よってずっと言ってたわ。初心者狩りやめてね。初心者狩りに本気出しすぎね。いや、よく帰った。いや、よく帰った。ありがとうね。偉すぎる。レイドもありがとうね。いや、生きててよかったよ。もうパニックだったけど、途中パニック具合やばい。本当に途中パニックだったけど、もう全部死んでる人もいますと。ねえ、3人で一緒に帰りたいよ。そうだよね、帰りたいよね、うん、本気の装備できて本気で死んでるもんね。俺が死ぬ分には全然いい。よくないよ。リサーか。はあ、鼻水がくしゃみも止まっちゃったし、さっきパニックになって。なんか武器も持って帰ってこれたし、俺たちはプラス。いや、俺もプラスだよ。アリさんは何がプラスなの。お前たちの思い出だぜ。アリさん、スカブ倒せてんのがね、センスありますね。どうせそうやって他の人にも言ってるんでしょ。俺このゲーム初めてスカブ倒したの。あ、ウーバー来た。あー、よかったね。5日目ぐらいだね。え、でも面白いね。一人では多分無理だけど、誰かに付き添ってもらえればおもろい。巣立って付き添う、そんなの。すぐ何人まで一緒に行けるの。 PMC は5人まで。でも5人で行くと、これ誰、敵かこれ。絶対ないよね。そこでね、引き金を引くタイプと引かないタイプにね、大きく分かれるね。びっくりして撃っちゃうかも。俺は引けないタイプなんだよ、ね、で味方に引かれるタイプ。前の赤ちゃんとやった時はね、5秒ぐらい命乞いしたことある。ずっと体に打たれながら、あ、それ俺ね、それ俺だな。あ、やったごめん、それ俺だ。スカブモード行ってみる。何それ。ここにさっき倒したスカブたちいたじゃん、うん、だ、自分たちがあれになるモードがあんのよ。え、 NPC の中に潜り込めんの。えその状態で漁れんのよ。
これがマジで一番大事なんだけど、スカブモードではスカブを倒しちゃいけないのね、絶対に。倒すと誰が敵か分かんないよ。で最初分かんないから、でもスカブ撃ってこないから、俺たちもスカブだから撃たなくていい。じゃあ撃たれたら撃てばいいんだね。そう、撃たれたら撃てばいいし、もう最悪もう撃たない。 EMC だったらもうしょうがないとして、相手がピースカだったらね、ね、あの下がってやんのって思えばいいから。あのね、日本語で喋ってもらってもいい？俺たちがやるのが今からプレイヤースカブ、うん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 、で人が入ってるスカブのことをプレイヤースカブって言って、うんうん、だからさっきピースカって言ってたんだ。あ、そうそうそうだよね。覚えてる、記憶力もいいね。センスあるね。最高だ。うっとうすぎだ。ちゃんと褒めろ、褒める時は。さすがにか。方言難しいね。ピースカ同士もね。タルコフ方言が難しいな。有坂ぐらいになるとロシア語で話しかけてくる。雰囲気で真似しながら喋ってたら本当にロシア語喋れる人だと思われた。有坂さん、ロシア語喋ってくださいとか CR フェスで言われたじゃん。スパシーバーとか言って。でも結構わかるよ、ロシア語。ニマゴーってわかる？え、わかんない。それはできないみたいなあれだよ。何語？ポニョが了解だよ。なんかでもそれ聞いたことあんな。これね、アバでね、知ってる。アバ、そうなんだ。アバロシア語なんだよな。じゃあ向いてるね、タルコフや。関係ね。センスあるな。何をお食べになるんですか？片手で食べれるものを食べようと思ったんだけど、つけ麺っす。つけ麺ま。つけ麺いいな。やっぱりでも始まる後にしよう。あ、でももういいよ、スカブモード適当にやっていいよ。待って、結構いい。何が？うん？ハイパイじゃなくて、なんて言うんだ？ハイパイ？何言ってますか、あなた？配られた物資が。え、なんでもう見えるの？え、もう始まってない？ SSD？ うん、ノー SSD。 待って、開花板開く。待って、ショットガン。回復とかもね、ないからね、もう撃たれたら血出てそのまま死んだりする。終わりなんだ。なんか、エロそうな店ある。そんなことなかったわ。なんか、PMC の方が先に湧くの。うまいとことかはね、PMC が先に漁ってるみたいな。これが本当のゴミ拾いってこと？そう。これはね、ガチのゴミ拾い。トイレ。入ってら。違うよ。ねえ。あれ？パパどこ行った？パパ。2階か。2階上がった。パパ。の。あれは。あれだ、お前。この人でも絶対プレイヤーだよね。これね、スカブだね。ピースカかな。いや、多分普通のスカブ。普通にスカブこれ。え、プレイヤーじゃないスカブだとしたらマジ？こいつやばいぞ。うわー、びっくりしたー。お、いいね。これギターとか持って帰れないの？持って帰ってどうする？聞く。あれ、先生どこだ？外出たらいる。いない。いた。いた。え、怖い。何ここってなんかあんだっけ。え、マジで怖いんだけど。ここ歌歌えるよ。さっきのギター持ってくる。うん、弾き語りする。ここでレイド君が、うん、俺が。うん、こぼれ落ちちゃいそう。それに戦車。え、怖。早戦車、なんかストレッチハンマー出た。結構お高いんですよ。いい、持って帰りたい。これも面白いね。俺はね、怖くてずっとこのモードだけやってた。綺麗な空。急に死ぬからね。こういうの歩いてて急にスナイパーに抜かれて死んだりするんだよな。パーンとか言って誰か倒れ込むから。ちょっと危険だけど、ね、美味しいとこ行く？行く。知りたくない。ここが結構人気スポット。あ、うん、やめてね。なんでバンってやったの今。わかんないところはね。よっしゃい。こうなる。みんなどこ行っちゃったの？勝手に行かないで。すごい雨。お天気雨。キツネの嫁入りだ。おしゃれな言い方しますね。おしゃれな言い方なのかな。キツネの嫁入りっても知らない人いそう、普通に。あ、俺バカだから今無視してたわ。ほら、お友達。お友達だ。なんかいい。気まずそうにしてる。帰ってった。一回帰ってもいいね。死ぬのかな俺。知らないで。俺なんか怖いな。3人で帰りたい。帰りたいんだけどな。やばいとこでバイトの。タスクやり行くか。一番やばい。やばい、ぶつかった。
アルバム使った。なんでここ通れないの？卵から切断されました。守れ、お願い、帰らせて。あ、戻ってきた。あ、また落っこちた。戻ったぞ。これ拾って。拾った。間に合うかな、走るぞ。わからない、いけー。やばい、下の山、こんなとこで落ちちゃったら大変だ。急げー。これ、これは守れない。おい、いるとこやばすぎ。あ、ひなーの死んじゃった。ごめん、ひなーの。いや、いいんだ、守れなかった。いいんだ、俺が悪いんだ。今の一瞬で経験値が10000。ボス倒したから。ボス経験値がでかいんだね。いいなー。でも代わりにヒナーノのアーマーと武器持って帰ってきたよ。やったー。アリサカの武器一生持って帰ってきてるから俺のボックスがえぐいことになってってる。え、アリさんも死んじゃったの？うん、アームされてる今、もしかして。アリさんを連れてくことによってプラスになるんだ。ヒナーノ3歳のドッグタグ。ドッグタグ名前とかで分けて売れたよね。こう昔売れたね、ドッグタグ、うん、へー、ストリーマーのドッグタグ高値で売れそう。いっぱいあげるのに、そんなの、うん、俺たち無限生成できるから、金策できる。ナイフしか持ってない。俺ナイフすら持ってない。なんかここだね、いつも。いつもの取引会場で。こちらがヒナーのセットになります。はい、ありがとうございます。もしヘルメットなかった。ヘルメットなんてなくていい。てか顔に当たったら死ぬんだからどうだっていいな。そう。よければいい。シュッシュッシュッ。とか言って俺が死んだりしてね。それやめてね。ガハハ。フラグ立てんのやめてね。はい。すいません。一人やった。外から撃ってきたやつやった。わわ、じゃあ一回漁るか。勝った、よしよし。手なくなった。でも腕生えてくるんだ。シャンクスもこれで直したらいいのにね。なるほど。うるさいな、見えないからやめる。いい、いいね。ちょっとじゃあスカブ一体頑張って倒すか。あ、いるいるいる、あれスカブ。なんか音楽鳴った。てんてかてん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 。いいね。じゃあ車で帰ろう。怖いよ。なのさ、ここで伏せときな、ここ。お尻を向けとく。俺もそこに埋まる。じゃあ俺もその後ろにいとく。ねえ、見えない後ろ。大丈夫、見るな。振り返るんだ。見るな。これ絶対お前に弾は当たらない。死ぬなら俺ら。俺らは分からん。これグレ来たら全員死んじゃうよね。そうだよ。ういこなれてきた。まあまあこなれてきましたよ。このマップは地雷があります。爆発します。あー、なんかメトがさ、アンドゥトロワーのとこです。タルコフの切り抜きに取り上げられてたやつね。はい、例のマップです。例のマップか、ここが。さすがにでも地雷なんか踏むわけがない。一緒にしないでいただきたい、彼女と。一番前走る。いや、知らないマップだから。まあ確かにね。一旦まだわかんないから先生がいますから。せっかく先生がいますから、先生の後ろにやはりついていかたた行きたいと思いますよ。いたたた。ここはどこだと。すごい、あのすると、ね、銃声が聞こえるんですけど。大丈夫大丈夫大丈夫。この武器じゃ無理そうね。えこれさ、二人だよね。森の中でさ、迷子になってさ、目の前にいる人が違う人だったらどうしよう。なんで俺は前にいるんだ。なんだこのルートは。足をやった今。痛い痛い。みんな、あ、大丈夫大丈夫。今先頭にいるのは誰ですか。あ、私です。私です。こっちがレイド君で、こっちがアリさんだよね。俺はまた前に行くじゃないか。